マイタウン市川。今回の特集は新人職員奮闘記をお送りします。どうぞお楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。3日、市川花風機が市川市障害学習センターで行われました。昭和34年4月30日、市川市八幡の自宅で79年の生涯を閉じた文豪永井荷風。平成21年に荷風生誕130年と没後50年の節目として、市民の呼びかけで荷風を偲ぶ市川花風機が始まりました。8回目となる今回は、はじめに花風を通して明治の東京の成り立ちとその変遷を読み解いた花風と明治の都市景観の著者で相模女子大学教授南明日香さんによる講演が行われました。続いて劇団俳優座の女優長濱夏子さんによる木刀奇譚の一人語りが演じられ、参加した人たちは花風の魅力を改めて感じ取っている様子でした。おゆきさんはなんだかお医者に行くって今表で会いましたよ。あまりあの本を読んだことなかったもんですから初めて聞いて、非常に喋り方も良かったもんですから良かったですね。4日、国分川こいのぼりフェスティバルのメインイベントが行われました。このフェスティバルは国分川こいのぼり実行委員会が中心となり、子どもの成長を願う端午の節句を地域で盛り上げています。平成2年に10流ほどのこいのぼりで始められたイベントも、回を重ねるごとに市内のみならず全国各地から寄せられるようになり、26回目となる今回はおよそ650流ものこいのぼりが掲げられました。フェスティバルは4月29日から5月5日までの期間で行われ、メインイベントが行われた4日にはさつき晴れの日差しの中で大空を優雅に舞う鯉のぼりを一目見ようと多くの人が訪れていました。会場内に特設されたメインステージでは、周辺地域にある小中学校や高校、大学などの吹奏楽部による演奏や演芸などさまざまなプログラムが行われ、会場を盛り上げました。4月1日、新年度がスタートしたこの日、市川市役所の新規採用職員の辞令交付式が行われました。今年度採用されたのは新規卒業者中途採用者合わせて103人。辞令交付式では大久保市長が新規採用職員一人一人に辞令を手渡し、激励の言葉を送りました。市川市役所の戦力となり、そして、これからの市政の推進に欠かすことのできない人材となりますよう、これから日々精進を怠らないようお願いをいたします。新規採用職員たちは辞令交付式が終わると、担当課の課長に連れられそれぞれの配属先に案内されます。そして職場の同僚となるメンバーと初めての顔合わせです。精一杯お勉強させていただいて、少しずつお役に立てるように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初日を迎えた新規採用職員と指導にあたるジョブトレーナーに今の気持ちを聞きました。自分が生まれ育ったこの市川市で恩返しができるように、多くの人にこの市川市を愛してもらえるように頑張ります。私の大好きな市川市の皆さんのために今日から働けることにとても喜びを感じています。市民の皆様にも、また市川をこれから知っていただく皆様にも魅力が伝えられるように頑張っていきたいと思います。まだその常識に、まだ役所の常識に縛られない、そのフレッシュな発想で
仕事をしていただきまして、市川市のために活躍していただけたらと願っております。それぞれの部署での仕事を始めた新規採用職員たち、毎日少しずつ仕事を覚えていく中で、4月6日にはこれから市の職員としてどうしていきたいか決意表明し、それに対してジョブトレーナーが激励の言葉を送りました。市川市の発展に貢献できるような笑顔の増える街づくりの目標に、今後市川市役所で努めていきたいと思います。まずは仕事を覚えて、早く覚え、そこからまずは型を覚えてから、私らしく型破りなことをしていきたいと思いますので、ぜひ長島先輩、ご指導のほどよろしくお願いいたします。今年度の新規採用職員の一人、星拓磨さん。星さんは市川生まれ市川育ちで、地元の市役所に就職しました。私はこの市川市で生まれ育ちました。そのため都市の再開発など市川市が変化成長していく様子を目の当たりにしてきました。そうした光景を目の当たりにしているうちに、私もいつしか市川市の成長に携わりたいという気持ちが、とても強くなってきました。星さんが配属されたのは都市計画課です。都市計画課は市の基本目標の一つである安全で快適な魅力ある街の実現に向けて、都市計画マスタープランに基づき、市民事業者との協働により街づくりを推進していく部署です。星さんはその中で窓口対応などの業務を行っていて、建設業などの来庁者に、例えばこの土地はこういう用途に使えます、道路が広くなる予定がありますなど、土地利用の制限などを伝えています。返品率が 50%、 返品率が 100%、 あ、倍、こちらだと倍は助けど、こちら半分だよっていうこと。あと用途が変わってまいりますので、用途、はい、建築できるという方の種類等が変わってまいります。窓口を訪れる建設のプロの人たちを相手に、土地、建物、道路など幅広い知識が要求されますが、星さんは地元出身の土地勘を生かして日々勉強しながら業務を行っています。毎日わからないことやつまずくことがたくさんあります。しかしそうしたことに対してまた新たに勉強をし、そしてお客様に丁寧に説明していくことによって、お客様も満足して帰っていただけることが増えてきました。そうしたお客様の満足した顔を見ることが非常にやりがいを感じます。特に窓口業務は積極的で、とても丁寧に対応しています。わからないことがあればすぐ確認をして、誠実に日々取り組んでおります。で、市民に優しい市役所市川市の職員として今後はとても期待をしております。多くの方に大切な情報をお伝えする現在の業務は、身近な街づくりに直結するやりがいのあるものだと思います。今後も広く勉強と経験を重ねて、市民サービスのプロフェッショナルを目指してほしいと思います。街並み景観整備課に配属されたのは上甲真理子さんです。上甲さんは6年間の社会人経験があり、学童保育の職員を経て市役所に入りました。私は学童保育で勤めておりまして、地域の皆さんと関わる立場によってすごく仕事にやりがいがありました。その中で学童だけではなくて、いろいろな分野でもっと関わっていきたいという思いを持ちまして、今回市川市に就職をしました。上甲さんが配属されたこの町並み景観整備課は、主に景観まちづくりとガーデニングシティ市川を進めている部署です。景観まちづくりは市民、事業者、行政などが共同して、その土地が受け継いできた町の個性を守り生かしながら、
市川の景観まちづくりを進める事業、そしてガーデニングシティ市川はガーデニングを通して街が美しく彩られ、景観の向上と健康増進、また人と人との交流が盛んになるようにと進めている事業です。上皇さんは窓口で届け出に来た事業者に建物の色や高さなど景観への配慮をお願いするほか、市内に数多くある景観活動団体の会合に参加して情報交換するなど、市民と直接接する業務に当たっています。社会人経験がございますので、堂々としてますね。非常に物おじせず積極的に仕事に取り組んでもらってます。で、我々大事なですね、金の卵を預かったと思ってます。この卵を羽化させ、そして羽ばたかせる、そういったことが我々の使命だと感じておりますので、会員全員で見守ってですね、大事に育てていきたいと感じております。で、仕事に対しましては、やはり夢と目標を持ってですね、努力を惜しまないで頑張ってもらいたいと思います。で、ここ何より大事なんですけど、やはり市川市のことを好きになってもらって、市川市を愛する職員になってもらいたいと、そう思ってます。また4月16日17日は初めてのイベントとして、街中ガーデニングフェスタ2016春陽春の庭にも運営の一人として携わりました。上皇さんは参加した庭の所有者の人たちの話を聞いたり、写真を撮影して記録を取りました。この芝生も、これは牧草なんですよ。だから冬でも緑、その分芝刈りがすっごい大変なんだけど、若本さんが一生懸命芝刈ってます。これ皆さんでやられてらっしゃるんですね。そうなんです。上皇さんは非常に明るい人柄でございまして、今日のオープンガーデンの方でも市民の方と非常に自然な流れで、接していただいているので、市民の方とそうですね、いい関係が築けているのではないかなと思います。市川市をさらに良くしていこうという思いを持った103人の新たな職員、およそ1ヶ月市役所で働き、少しだけ雰囲気に慣れてきた中で改めて感じることを上皇さんと星さんに聞きました。オープンガーデンを行った際にお庭を拝見させていただいた庭主さんとお話をして、非常に楽しかったですし、また私たちの仕事も超えて皆さんに喜んでいただけるんだなというところが分かって、非常に頑張っていこうと思っています。ますます仕事に対して知識や経験を積んでいって、プロフェッショナルになっていきたいと思っています。まちづくりの仕事というものは、市川市自身にとっても、市川市に住まれている市民の方々の未来にとっても非常に大きな影響を与える仕事だと感じています。そのため自身に与えられた仕事の責務の重さというものを改めて実感しています。そのためまた気を引き締め、市民の皆様のために頑張らさせていただきたいと思っております。ウィズカレッジワークライフバランスセミナーを6月29日水曜日午後3時から市川市文化会館小ホールで開催します。経営戦略としてのワークライフバランスをテーマにセミナーを行います。申し込みは5月31日火曜日までに、市公式ウェブサイトの申し込みフォーム、またはメール、ファックスでお願いします。市川市では公民館などの施設や道路などの都市基盤の老朽化に対応するため、市が保有するすべての公共施設などについて公共施設等総合管理計画を策定しました。詳しい内容は市公式ウェブサイトでご覧ください。次回5月21日からの放送予定です。特集は水中救助のスペシャリスト、市川市水難救助隊に潜入、ぜひご覧ください。